アントニアッツォ、ロマーノ、受体国知ローマ、サンタマリアソップラミネルバ教会アントニアッツォ、ロマーノ、本名アントニオディベネデット・アクイロデリアキリは、ルネサンス期のイタリアの画家。15世紀のローマ派の中心的人物である。アントニアッツォは、ローマに生まれた。最初は、ラツヨの地元画家と同じように、ベノッツォモッツォリア、フランジェリコの装飾法の影響を受けた。 記録に残っている最初の作品はスフォルザ家のアレッサンドロスフォルザの依頼でローマのサンタマリアマッチョーレ大聖堂に描いたセールカと聖母子のレプリカである1464年からローマ教皇の下で働き出しその手始めにリエーティに聖者と聖母子の三連祭壇画を制作した1467年には彼の生まれた場所からそう離れていない ローマのサンティアポストリ教会のベッサリオン数期教礼拝堂の装飾を完成させた。装飾の中心は聖母のイコンでローマにあったギリシャ人の教会サンタ・マリアイン・コスメリン教会にあったビザンティン美術のイコンの複製だった。アントニアッツォはイコンの複製画家としてかなりの需要があり、ビザンティン美術をもとに多くの聖母画を制作したが、 その中でもこの作品は特筆すべきものの一つである。それから、アントニアッツォは、ローマのトアデスペッキー修道院に、聖フランチェスカ・ロマーナの一生を描いたフレスコ画の連作を描き、さらに、ベネツィア宮殿の公共ラウンジの装飾を手掛けた。1470年代、アントニアッツォは、バチカン宮殿の装飾を、ペルジーのメロッソ・ダ・ホルリ、ドメニコ・ギルランダイオラと共に手掛けた。 中世的な特徴はまだ残してはいたものの、彼らの影響でアントニアッツォの絵の人物たちは穏やかな風貌に衣服も装飾的な模様に変わった。メロッツォと共にサンタマリア・ソプラ・ミネルバ教会のフレスコ画を制作し、引き続き同教会のために受体告知を描いた。1475年から1480年にかけてアントニアッツォは、 ローマ教皇シクストゥス4世によって制定された聖母の祝日を促進しようと聖母像の祭壇が並びにいた絵を作った。それ以降のアントニアッツォーの作品には徐々にマニエリスムの要素が強くなり数人の画家たちに模写されたが模写された絵がアントニアッツォの絵と間違われることがしばしばあった。アントニアッツォーはローマの画家、彩色者のギルドであるセールカアカデミアを創設した三人の うちの一人で1478年に放棄に署名した。ヒューストン美術館にあるアントニア・ツオーの寄信者と聖母は1991年のアメリカ合衆国郵便公社のクリスマス向け名画切手に選ばれている。ありがとうございます。